このウッジャブカムサリナーナ日常という映画は、まあ、里山を舞台にして、そこで描かれるこう、村のこう野趣あふれる人々との交流とか、あとは淡い恋、それから厳しい林業の仕事、そしてクライマックスになんと壮絶な誰も見たことのないふんどし祭りがやってきます。そんなものを通して、都会っ子の少年が男に成長していけるのかなという物語を、まあ、エンターテインメントとしてたくさん笑って泣ける物語にしました。ぜひ映画館で大勢の方々とご一緒にこのへんてこ祭りに参加してもらえたらなと思います。まあ、ウォーターボーイズスイングガールズでは、高校を卒業する直前の男の子、女の子たちを描きました。で、今回はその子たちが卒業してその後どうなっていくんだろうみたいなこう年齢のこう、順序としてはまさにあの2つの映画を見た人たちが社会に出ていくときどんなこと目に遭うかというそういう瞬間を映画にしてます。で、まあ、今時こう林業をやりたいっていう人はそんなには多くないと思うんですけれども、あの多分この映画を見たらあこういう将来も選択肢としてありなのかなとそういうふうに思ってもらえると思います。でも単純にこう林業いいとこみたいに甘い世界ではなくてやっぱりちゃんと厳しくて、辛い現実もあると。でもそれを乗り越えた先にはとても豊かな暮らしとか仕事が待っているというふうに描いてます。まあ、映画の中で林業シーンは大木を切ったりとか、高い木に登ったりするシーンも出てきます。そういうものを、まあ、吹き替えとかスタントでごまかさずとにかく役者さん本人たちに全部やってもらうという撮り方をしました。なので非常に危険ではあったんですけど、まあ、たくさん練習も積んでもらって無事に怪我一つなく撮影することができました。ただ非常に危険な目にあったというのは実は僕が会いまして、映画のシナリオを書くために三重県の山奥で、散々こう取材で1週間ほど行ってたんですが、その山歩きの最中にマダニに股をやられまして、しかも御神木そのものをやられました。マダニっていうのは最近ちょっと有名な感染症を媒介して、ひょっとすると命に関わるというあの山に住むダニですね。それが1週間僕の御神木から離れず東京戻ってようやくお医者さんに取ってもらい、で血液検査もしなきゃいけないっていうんで注射器で血も取られて、あと噛んでた患部は歯が食い込んでる可能性があるのでパンチしますって言われて、パンチと何だろうと思ったら、その皮ごとえぐり取るっていうことなんですよ。で2針縫いまして、まあまあ抜歯も済んだし血液検査の結果も OK だったので、まあ、無事こうしてキャンペーン回らせていただいてます。元取らなきゃいけないと思って映画の中には昼のシーンとして再現されてます。そうですね、なかなかキャンペーンではこちらを邪魔することが今までなかったんですが何度かは来てます。湯布院の温泉に行ったこともありますし、あとホバークラフトがなくなってしまうって聞いたのでギリギリ乗りにやってきました。そんなことがあります。もう今回映画の PR としてその九州一番目に上陸したのは裸祭りがありますね。映画の中にも出てきますが、こちらでも、八幡神社の裸祭りというのが有名だと伺ってます。なので、映画をもし見てもらえれば、あ、うちの町のあの祭りすごく近いという興奮と楽しみが共有できるんじゃないかなと思って、こちらにまずお邪魔させていただきました。ウッジョブカムサリナーナ日常は5月10日から公開です。もうすぐスクリーンでとんでも祭りが見られます。ぜひお楽しみに。ウッジョブ。